こんにちは。90年代カルチャー&裏原宿ファッション研究家、アキラです。今日はですね、90年代の究極の連載、藤原宏さんのアリトルノーレッジ総集編動画のパート4でございます。よろしくお願いいたします。で、僕のチャンネルでは他にもこの愛すべき裏原カルチャーの動画たくさん上げておりますので、ぜひ今日の動画と合わせてご覧になっていただきまして、楽しんでいただけたらめちゃめちゃ嬉しいです。はい、それでは早速やっていきたいと思います。今ね、前回の最後のページ連載の30回目移していただいておりますが、今日はね、連載の31回目から38回目まででございます。39回目からリトルノーレッジもスタイルがこう変わるんですね。なので一旦38回目で区切りということで総集編を撮らせていただきました。皆様、ここまで全3回お付き合いいただきましてありがとうございます。今日も楽しんでいけたらと思います。それでは、藤原宏のアリトルノーレッジ連載の31回目です。おお、船の上に乗っとる宏さん。このページもいいビジュアルだね。こんなビジュアルで写真撮ってみたいな。エレクトリックコテージのフィッシングベストですね。いや、素晴らしい。読み応えあるね。今日もね、ちょっと読みづらかったりするところは拡大縮小していただきながら動画作っていっておりますのでね、皆さんしっかりテキストも読んでいただいて、当時にね、戻った感じで雑誌をこうめくってね、楽しむっていう、そんな動画ですんでね、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは連載の32回目に移らさせていただきます。なるほどね、もう統一してるよね、貫いてるよね。トーンをやっぱり揃えるっていうのは一つの、まあ、技法なのかもしれないですね。このバッグ憧れたな。この後ろ姿、オールブラックでかっこええな。2号さんと共同開発で作られてたこのカバンですね。テキストもね、そんな多くないんでね、しっかり読んでいただいて、どうした方が読みやすいですかね。で、左のページ、この AFFA のアート作品集なんですけど、これを手掛けたのがフランク・コジックさんなんですよね。惜しまれながら、コジックさん、RIP でございます。尊敬してます。じゃあ33回いきますかね。いやー、コジックさんのこと思うとね。でもね、締めっぽくなってもしょうがないんでね。こんな素晴らしいアーティストさんが、いらっしゃった。そして共にね、時代を生きれたことを誇りに思いながら、僕らはね、これから強く、何を言ってるんだって話ですけどね、強く生きていこうと思っております。それでは連載の33回目です。このページね、全く古さを感じないんだよな。いいページ。ちょっと読みづらいですかね。ちょっと押しますかね。こんな感じ。藤原宏のアリトルノーレッジ連載の33回。この時期活躍しそうなナイロンブルゾン、機能的でおしゃれでいろいろに着こなせます。なるほどね、勉強がありますね。小さい文字もね、ちゃんと見えてると思いますのでね、一言一句逃さないようにこのカルチャーをね、感じていただけたらと思います。左のページのグルーヴハンティングも素晴らしいコラムですので、お見逃しないようにということですね。それでは続いて
連載の34回目行かせていただきます。来ましたね、神回ですね。これは衝撃的でしたね。連載の34回、職人的手作りの技、鋲と石を使った存在感あるベルトを発見。ウルフズヘッドさんのスタッツベルトですね。僕らが、ウルフズヘッドさんのスタッツベルトを初めて見たのがこのヒロシさんのこの紙面だったと思います。もちろん知る人ぞ知るだったんでね、その前もご存知の方も持ってらっしゃる方もいらっしゃったと思いますが、ユキタさんのこのクリエイティビティ、クリエーションが世に出た瞬間ですね。ここから一気にブームになりましたからね。めちゃくちゃかっこいいんですよ。で、このウルフゼットのベルト、このヌメ側は基本的にはないので、これはレディメイド別注なんですね。で、この黒いベルトはヒロシさんの個人オーダーなんですよ。なんちゅうかっこいい。で、このデニム履いて、この芝生でね、白ティーインして、なんちゅうかっこいいビジュアルや。このページをですね、以前に紹介した時もちょっとね触れたんですけれども、今は私の NBR ニュートラルバツリアクションでも究極のスタッツベルトを開発中でございます。いや本当に素晴らしい職人さんと巡り合いましてね、もうクラフトマンシップにあふれた、もうねものづくりに対する愛があふれてあふれてしょうがない、そんなね、まあ一流ですね、超一流ですね。そんな職人さんと今コラボしてスタッツベルト、究極のやつ作ろうっつってね作ってます。近いうち皆様にお披露目できると思いますのでね、こうご期待でございます。そんな私のねちょっと軽く宣伝も交えながらねお届けしております。皆様ここまで前半戦いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。それでは藤原博さんの究極の連載アリトルノレッジの総集編、今日が最後なんですけどもね、パート4後半戦行かせていただきます。連載の35回目です。このページも好きなんですよ。僕こういうガチャッとしたのが結構好きなので、1200円のスニーカーですね。フットインナフタパーカー、フェンディメイクのボーダーのロンティ、それを着こなす藤原博さん、ベージュのワントンコーデやで、ベージュかオフホワイトのワントンコーデやで、いっちゃんおしゃれやで。すいません、今日もちょっとね興奮しないようにしてるんですけどもね、興奮すると画面がね揺れてますからね、すいませんね揺れないようにしながら、あ、読みづらかったですね、ごめんなさい。こんな感じでしっかりこれでね読めると思いますので、こんな感じですかね。この画面をね揺らさないように、斜めにならないように、雑食をね昔読んでるような感じでね皆さんに楽しんでいただきたいので、素晴らしいですね、ありがとうございます。それでは連載の36回に移らさせていただきます。おお、こういうページか。これは、あ、そうですね、テロップも出していただいてるかもしれませんが、祖父さんのデビューですね、デビューコレクションをヒロシさんが推して紹介なさってるんですね。ありそうでなかった機能的かつ洗練されたリアルな日常着、めっちゃかっこいいコンセプトやな、これやな、このコンセプト、素晴らしい。やっぱりコンセプトがしっかりしてるから、祖父さんって商品も良かったし、あんなにもね、えちょっとスタートは他の浦原ブランドさんより遅かったけれども、長年続いてね今でもやってらっしゃいますからね、素晴らしいんですね。素晴らしい。まあ、あの清永さんのねセンスがちょっとずば抜けてるっていうのももちろんあったんでしょうけれどもね、ある意味天才かと思いますけれどもね、まあ、浦原オールスターズの方は皆さん天才ですからね、そういう人らがね本当奇跡としか言いようのないような出会いで集まってあんなムーブメントを起こしたんだなって思うと、とっても感慨深いものがありますね。それが僕たちと同じこの浦原塾のカルチャーからっ
っていうのがね、泣けるんすよね。次の37回目、早く見せなさいよということですよね。じゃあ行かせていただきます。またファイルが変わります。37回目、このビジュアルも好きだな。グッドイナフのムートンコート、ヘッドポーターのこれシャチっていうシリーズ、黒にね白いストラップのこのバッグのシリーズ、これ実はアンダーカバーのね服なんですよね。下ご紹介されてるのはね、本当に先ほどもおっしゃってましたが、ありそうでないっていうものがやっぱりみんな欲しくなるんだなって、そこをね本当にかゆいところに手が届くようなプロダクションクリエーションを広瀬さんたちはずっとなさっていて、そら流行るわと、そらブレイクするわと、やっぱりこのエゴにね走らずに、だけどこう特別売れせみたいな感じじゃなくて、自然にみんなが欲しいものをこれかっこいいでしょって言って発信してクリエーションしてくれてたんで、だからみんながハマったし熱狂したんだろうなって思いますね、これ見てると。これもねと言ってる間にどんどん皆様テキストを読み進めていただいたかと思いますけれどもね、もう少し映しましょうかね、もう少しちょっと近づけて、このくらいでどうでしょうかね。もちろんね、あの読みづらいのは拡大したりちょいちょい入れてくださってると思いますのでね、編集の方が、ありがとうございます。編集の方もいつもね僕の無理難題を聞いていただいて感謝しております。この場をお借りしていつもありがとうございます。そんな感じでこの90年代の究極の連載、藤原宏さんのアリトルノーレッジ、アキラさんの動画の総集編ですね、パート4、次が最後の連載回となります。38回目です。こちらですね、藤原宏のアリトルノーレッジ連載38回目、エレクトリックコテージ改めフィネス誕生、今後の展開が楽しみ。そうなんですよ、フィネスというのはエレクトリックコテージなんですよ。要はエレクトリックコテージが、まあちょっと気分もあれだし、ちょっとブランド名変えてフィネスにしてやっちゃおうということでエレクトリックコテージになったっていうことなんですね。なかなかね、このテキストもとっても読み応えあるんですよ。ちょっと抜粋するとシュプリームの協力を得てとも書いてあるんですよ。シュプリームに協力を得てフィネスがこうダウン作ったりとかしてたんですよ。要はシュプリームが作っていたファクトリーですよね、工場ですよね。いいとこあるよっつって、そこで作ってみたらみたいな感じの、その横のつながり、いや素晴らしいことです、本当に素晴らしいことです。やっぱりいい工場って何でもかんでもじゃないですけどね、やっぱり信頼できる仲間とだったらシェアし合ってみんなでいいもの作りして、みんなでかっこいいもの作れば、もちろんブランドはそれぞれねアイデンティティを持ってそれぞれのブランドを表現して作ればいいんですけれども、みんなで協力してシェアし合ってやっていく、もうね共有なんですよ。この90年代後半に今2020年代に言われているような所有ではなく共有みたいな、そういうことを思いっ切りやられてるんですよ。その先見性ですよね。やっぱりこのアリトルノーレッジを通して見てきて、通して僕が一番ひろしさんがすごいなって思うの、いろんなポイントあるんですけれども、どれか一つ挙げてくださいって言われたら、やはり先見性ということになりますでしょうかね。すいませんね最後語っちゃってね。この全4回総集編、ゆっくり本当に何回もね、暇な時、お時間ある時で構いませんのでね、楽しめると思うので、私も割と静かにやっておりますしね、コーヒー飲んだり、紅茶飲んだり、時にはビールを飲んでみたりしながら、また何度もゆっくり皆様見ていただけたらと思います。どうもね、ここまで全4回皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。藤原宏さんのアリトルノーレッジ、宏さんとメンズノンノさんに感謝をしながら、引用させていただいていつもありがとうございます。締めたいと思います。ありがとうございます。